こんばんは。リサートご可愛かった、ありがとうございます。今日は亀子さんの写真を載せました。こんばんは。めっちゃいい写真だった、ありがとうございます。今日は1日目のデコ出しの方のやつのアンコール衣装を載せました。なんか画角的に微妙だったから正方形にしちゃった。こんばんは、ありがとうございます。今日は早く終わったので、今日もレッスンだったんですけど早く終わったので帰ってきて野球を見てて、めっちゃいいところで見始めれてって思ったけど負けちゃった。ピエン。そんな感じの一日でした。今日めっちゃ汗かいたからさ、早くお風呂に入りたい。本当に暑かった。今日雨すごかったよね。なんか普通に降ってて、そう暑かったし、汗が引いたら寒くなってもうどうしようみたいな感じ。でも今日大きい傘持ってったからよかったと思って、朝もちょっと降ってたしよかったって感じだね。あら、偏頭痛、それは辛いですね。今週ちょっと雨多かった気がする。うわー、ハマスタ現地だったんだ、お疲れ様です。めっちゃね、中断したりしたりしてね、でも最後までやっててすごい雨だったね。髪色いい感じ、明るくなってんのかな。なんか抜けたねって言われるの多い気がする。あら、北海道も雨なんだ。全国的に雨なのかな今日は。まあそんな日もありますよね。 47% です、湿度が。嬉しいですね、とってもとっても嬉しゅうございます。タツさん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。明日は暑くなるとかならないとか、明日はどうでしょうか天気。明日は26度だ、暑いね。今日より9度高いです。最低気温はそんな変わんないけど、いやー暑いですね。明日はなんとなんということでしょう。確かに26度ってもう真夏、真夏までいかないか、夏ですね。半袖だ。その次の日27度だよ。27度でまた22度に落ち着いて25度23度23 20とかまであるけど、やばーい。ちょっとずつ、でもダウンとかはしまったんですけど、コートがまだ出ててしまう場所がない。なんかやっぱね、その夏は薄いからし、上着とかもないからなんか全然しまうとこあるんですけど、冬の上着、今年上着増えたからさ、3着ぐらい増えたからさどこにしまおうって感じなんですけどねって感じ。コ
コートをしまうところがない。今半袖を出さないとしまうところがないんだけど、私パーカーとかずっと出てるからどうしようって思ってる。レンタルクローゼットとかがあるんですか？でもわざわざそこ行くのちょっとめんどくさくない？多分そこになんか持ってくのがめんどくさいかも私の性格上。でもなんかあったら楽だろうね。なんかね、でも大きいパーカーとかはあのお兄ちゃんとかにあげたりするときあるお兄ちゃんというかお母さんとか。カラコン今してないです。お兄ちゃんじゃ着れないかって言ってそう試みようとはしてる、うん、圧縮してもいいんだけどさ、シャッシャになりそう、シャッシャになっちゃいそう。洋服がね、もったいよりあるからね。リュウさん、初見ありがとうございます。今日もパーカーです。ジャストドゥイット。でもこれとかもさ、ユニセックスだからそんなあれじゃないかな。やばい、荷物が重すぎて内出血してる。今日めっちゃなんかもう雨だったし、傘こうさしてここに荷物かけてたんです。したら内出血になってる。荷物重い時あるある、あるあるですよ。私荷物、重い荷物持ってるとここにかけてるとここが内出血して、ここにかけてると映んない。てててててんてんって。まあ明日には、明後日ぐらいには治ってんじゃないかな。押しても痛くない。リュック背負ってんだけど、今日はレッスン場から持って帰ってくるものが多くて、あのカバンパンパンに入れて帰ったら重すぎて、雨で傘も差しながら重すぎて、で帰りにご飯も買って帰ったら大変なことになっちゃった。今日もお寿司を食べた。最近お寿司率高い。最近帰りにスーパー寄ってお寿司を買うことが多いんだけど、うん、本当に半額ではなかったけど、なんかシールついてた気がする。何割か忘れたけど2とかだったかな、忘れちゃった。あと生春巻きと大きいジンジャーエールを買いました大きいサイズのジンジャーエール買った。1リットルか2リットルか分かんないけど、でもそれはこっちにかけてないの。それはこう傘のここにかけてた。だけど途中から重くてこうなって、こっちはなってないんだけど、こっち側はね、お荷物だった。あ、お寿司と一緒には飲んでないです、ジンジャーエールなんかジンジャーエールっていうか炭酸飲みたいなって思う時が最近多くて、でも炭酸飲みたいなって思う時にないから買った大きいのし、今のジンジャーエールってなんかちっちゃいのしか売ってないんですよ。なんか400とかなのかな、ちっちゃいのしか売ってないことが多いから大きいの買っちゃった。ガリの代わりじゃないです。ジンジャーエール大好きだから。荷物多い時にペットボトルはパーカーのポケットに入れて、あ、わかるわかる。でも大きいやつだから無理だった
しかもなんかそのエコバッグに持って帰ってきた荷物とかを入れてたからエコバッグも出せなくって、あのレジ袋買ったレジ袋買っちゃった。わさびとしょうゆ袋持ち帰る、いや持ち帰んないかな。でもなんかついてたわ、醤油は。わさびはついてなかったけど、ビッグサイズあんま見ない、なんかね少ない、少ないよ。毎回買おうと思った時ちっちゃいのしか売ってない時が多いから今のうちに買っとこうと。え、嘘、お寿司についてる醤油じゃ足りない、嘘、私余ったんだけどちょっとしかつけてないのかな。塩分控え、そのつもりはないんですけど塩分控えめになってるっぽいですね。今日は家にあったポカリを飲みました。飲みながらお寿司、ジンジャーエール、ジンジャーエールにお寿司って感じだけど、ポカリにお寿司もなかなかないよね。なんか今日は炭酸っていう気分じゃなくって、で家にあった炭酸はなんかこう 缶のあのモンスターとかレッドブルとかしかなかったから、えちょっとなと思ってポカリ飲んでた入れひら。でもお寿司屋さんに行ったらやっぱあったかいお茶がいいよねって思う。なんかジュースとかもあるじゃない、売ってるじゃないですか。でもなんかあったかい、あのあったかいお茶が飲みたくなっちゃうんだよね、お寿司屋さん行くと。もうそういう口になってるでもポカリって意外といいですよ、あの水みたいな、水とかと同じ気持ち、ポカリ。なんかわかんないけど、炭酸苦手だから飲める人尊敬する、尊敬とかじゃないですけど絶対に炭酸苦手な人意外といますよね、まあ私はなんか基本的に飲み物とかも何でもいいタイプの人間なので、何でもいいです、本当に本当に何でもいいんだよね飲み物。なんか多分そのちっちゃい時からなんかご飯の時は水じゃなきゃダメ、お茶じゃなきゃダメっていう家庭ではなかったと思う、なかったからだと思う、何でも。だからジュースと飲んでたから、んジュースとご飯食べてたりしてたから、あんまりあんまなんか気にしないというか、はい、感じですね。ピザにコーラあり、え、ピザにコーラはありですよ。あ、ピザにはコーラってことは、そうか、でもジンジャーエールが好きです。コーラかジンジャーエールだったらジンジャーエールをいつも選ぶので、なんかあのハンバーガー屋さんとか、うち麦茶しかダメって家庭だった。ありますよね、家庭によって水お茶じゃなきゃダメっていう家庭とね、なんか何も、ね、滝脇家みたいに何も言われない家庭とありますよ。何でも、でもなんか炭酸はお腹いっぱいになっちゃうから飲まないっていう選択肢をする時もあります、ジンジャーエール美味しいよね。
牛乳、あ、ね、牛乳ね、牛乳もコーラもお兄ちゃんが好きですね。うん、牛乳もコーラもお兄ちゃんが好きだから、常にあったけど牛乳あんま飲まなかったかも。そんな常に牛乳と麦茶とあった気が、ポカリとかもあった気がするけど忘れちゃったけど昔から、うん、家族でビール好きな人いる？え、お父さんとお兄ちゃんかな。お母さんも飲めると思うけど私が一番飲めない、一番苦手瓶のカルピスは見たことないですね、うん、ドクターペッパー入ってた、それはなかなか珍しい。牛乳飲もうと思えば飲めますけど、すぐお腹壊すお腹壊すって分かって飲む時もあります。最近はあの牛乳じゃないけどファミマの夏に出るココアとかスタバのなんかミルク系の飲み物とかお腹壊すって分かってるんだけど好きで飲んじゃいます。うん、家だと牛乳とか 100% オレンジが苦手というか好きなんだけどお腹壊しがちだった、うんですね、飲むんだけどね、飲むのだが給食牛乳パックです。オレンジ系が、うん、オレンジジュースなりがちだったね。なんとか何？なんとか糖不耐症って言うんですか？知らない。さっきからそのコメントいっぱい来てるけどみんな欲しいになってるあ、飲むヨーグルトとかもダメですね。今は平気なのかな、わかんないけど、うん、オレンジと牛乳とそっち系が絶対手入れる場所違う、うん、諦めちゃったそうなんだよね、なりがち。でも未だになんかアイスは大丈夫だね。うん、食べ過ぎはあんまりあれだけど、なんか多いのはやっぱ最近だとスタバとかファミマのココアとか夏のとかなんか飲みたくて飲むんだけど、そうお腹痛いってなるよね。分かってて飲んでるからしょうがない。ないよね。みかん自体は多分3つぐらい食べたらダメかもしんない1個だけならなんないかも、うん、ストイックなのか分かんないけどあ、コーヒーは平気かも。ミルク入れたらあんまりあれかもしんないけど、コーヒーはやっぱみんな人によるんだね。ねえ、みかんも好きだからさ、まあ基本何でも好きなんだけどね。フルーツとかドリンクバーとか使う。ドリンクバーは最近しないこと多いかも。なんかゆっくりファミレスいようねみたいな時とかは
ドリンクバー頼むけど、普通のご飯でのドリンクバーはない、頼まないか、水でいいやってなる。コーヒーはブラックで飲む派、あんま何も考えてない、でも何でもいい。何でもいいです。肉はとりあえず全種類飲む。いいえ、ジンジャーエールかブドウ、ブドウかファンタかみたいな感じ。まああれだよね、あのお店によるよね。コーヒーは特にそう、ブラックでも飲めるから別に何とも思わない。何でもいい。あの基本私飲み物多分何でもいい人間なので、なんか飲めればいいみたいな感じですね。ドリンクバー混ぜたことあるよ。あでも2種類しか混ぜたことないかも。ブドウとカルピス混ぜてたかな気がする。ブドウなんだっけな、なんかブドウとカルピス混ぜてた。なんかでも一番その例題みたいなのにあったやつ、そう混ぜても美味しいよみたいなのに書いてあったやつだった。美味しいよ、美味しいけど、まあカルピス味のぶどうなんてあるよね、そもそもね。だいたいそのファンタのレモンがある時があるから、ファンタのレモンがあったらファンタのレモンにしちゃう。ドリンクバーのグラスをテーブルに食べてる人は信じられない。あー私も買えないかな。でもなんかあれですよね、なんか飲み物買える時に買える人っていますよね、グラスも買える人。私は基本同じのしか飲まないから買えないかも。テーブルに10個グラスある人とか怖い。まあ10回飲んだのかな。わかんないけど。いやそうだね、その一回一回変えてくださいっていうお店もあったね、コロナ禍の時だから。あーなんかダメなんだみたいな時もあった気がする。確かに今日は飲み物会、そうですね、何会がいいですか。何会でもいいですよ。確かに片付けるの大変だよね、本当に。それなんかさ、こうやってさ押し付けてさ、グラスをさ押し付けたら出てくるドリンクバーとかもあるじゃないですか。それだとさ飲み口とかが当たってたらさ、もう大感染って感じだよね。なでがたさんビギナー、ありがとうございます。まあ難しいよね、わかんない、何が正解かわかんないけど。あれ？そうだよね、イベント受付中。イベント受付中です、対面お話し会、ツーショット撮影会完売いたしました、ありがとうございます。ツーショット話し会は違う、間違えた、ツーショット撮影会は1個前から完売してたんだけどね、ありがとうございます。
あの対面の方のサイトのところに数量に達したためって書いてあって嬉しかったです。あの画面が見れて嬉しかったです。ありがとうございます。ただいまはオンラインお話し会と、6周年コンサートのサイン会、オンラインサイン会、そっちもお話できるんですけどやっております。受付中ですのでぜひあのツイッターやインスタグラムから飛んで応募してもらえたらなと思います。先月はショットの写真見て幸せに浸ってました。嬉しい。この前友達に会った時にその同級生のインスタを見せ、インスタっていうかインスタを見せてくれて、そしたらあのメンバーのツーショット会に行ってる写真載ってて笑ったよね。普通にね、なんかそのこの前ご飯行った友達とかもあのケアリーナは行くねみたいなケアリーナ行こねって言ってくれてたり、普通にね言ってあの応募するって言ってくれてて、うん、そう同じ空気吸ってました。もう中学以来会ってないけどその子横浜だしみたいな。申し込みしてて、普通に申し込みする。なんかそのメンバーが招待していいですよって、そもそもねいいですよっていう時もあるんだけど、その親だけじゃないとダメですっていう時もあったり、そもそも招待はダメですっていうところもあったり、そのギリギリになんないと分かんないから、そのなんかねギリギリまで分かんないんだよね。もうね何日か前に言われた時もあったねとかもあったし、今回あのファイナルは1週間前とかだったかな。うん、親招待ダメな時もあります。だからね、最初は有明がダメだったから武蔵野に親呼んでたりとか、前のなんかのツアーで東京と神奈川は招待できませんみたいな、地方だったら招待していいですよって言って来ないよなって思いながら一応聞くんだけど私の時その子の先輩に連れて行ったしょこちゃんのお友達感想を聞けた。あ、連絡来ました。普通にだから私の友達はあの普通に皆さんと同じところであの来てくれてる、うん、最近お父さんお母さんは武蔵野来ました。私が BPM やるって言うの遅くてそう、やるなら言ってよって言われました。見てなかった。だってギリまで分かんないからさ、そう、その時も何日か前に決まったから、まあ言ったとて来ないかなって思ってたらあの来てくれました。何日か前に言って、そしたらなんかまだ招待できるよみたいな感じだったからはい、家族次 BPM やるときは言って
言ったら言ったでおもらしって言うでしょ、知ってるんだから。もうそんなの知ってるよ。どうせ切り抜くんだから。どうせね、切り抜いて YouTube とか TikTok にあげるんでしょ、知ってるよ。切り抜かれるんだから、すぐ現代なんだから。現代って感じだよね、切り抜き。 YouTuber さんとかも無断転載してくださいみたいな。要請するしか。でも武蔵野とかは言ってたよね、なんか当日もあるんでぜひみたいな言ってた気がするけど、違ったっけ。当日もありますよみたいな、当日じゃないか、前日に明日のチケットまだ売ってますよみたいな言ってた気がする。私なりの、はい、私なりのですよ。まあでもどこでも来てほしいけどね。今回のツアーとかも全部瀬戸利が一緒なわけじゃなかったし、全部ユニットには全部出てたから、どこが好きか言ってのメンバーに入ってないメンバーはユニット1個は入ってたから、絶対にどの公演も見てほしいなって思ってた。うん、けどなんかその当日のやつがある時とない時があったから、そうある時はね、ぐよんつってって言ったりして。のぶさん初見ありがとうございます。あいりさんね、ユニットカバー曲ドキドキだよね。ドキドキしてる初めて。今回は全通しやすかった。でも今回さ、今回今までのツアーの中で一番期間が空いてたと思うから、月1か月2みたいな感じだったからね、分かれてましたよね結構。なんかいつもだったらなんかもう来週もツアーでみたいな、再来週もツアーなんですよねみたいな、とかなんか1日空いてすぐツアーなんですみたいな時もあったけど、結構期間空いてて新鮮というか、なんかダンストラックとか忘れてないかとか不安だったよね。大丈夫かなってなった。そう、毎回毎公演なんかその周年みたいな気持ちだった。周年というか毎なんかツアーって感じじゃなくて、なんか普通のライブみたいなそのね感じだった。そうコンサートみたいなそういう感じだった。最初はだって2月3日で3月2日でもう1週間1ヶ月空いて、3月2日からの3月23だから結構期間空いて、3月23から4月13だからもう半月ぐらい空いて、13、14は続いてたけど、結構ねマジで月にとか言っときながら2、3週間空いてたりって感じだったからね。そう、そんな感じだよっさん。そんな感じだよ。
だね、ずっとサイン会があったりさオンラインお話し会があったり、そうそうそう、いろ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 ある時もありましたねでもなんだかんだなんかできちゃうんだなって気持ち、うん、ほんと走り抜けたって感じ、駆け抜けました。なんかね、大丈夫かなとか、なんか有明の時とかの、有明の3日前とかにダンストラックが変わりますってなって、変わってフリーでしたけど、なんか私たちの頭の中ではちょっとなんか追加されるくらいかなとか思ってたら、まさかの全然全然違うダンスだったから、やばいみたいななってて、汗汗だったけど、なんか結局なんかできちゃうんだよね。だからできちゃうから3日前とかになっちゃうんだろうねわかんないけど、そうできちゃう、ごめんそうねとかね。いやそうよ、あのさ、このツアーの期間とかにもさ、イコラブクロスラブの収録があったりとか、ツアーの次の日とかにクロスラブの収録とかがあって、あのツアー、クロスラブの前日がツアーで、その前日にクロスラブの振り入れとかがあって、どこでいつ練習したらいいのみたいな時もあったけど、まあ、意外となんかできちゃってるよねみたいな感じになっちゃってそうなっちゃって、そう、なんか天才かもしれないだからあんなに緊張してたんですよね、毎回クロスラブではなんか披露があるってなると、クロスパフォーマンスがあるってなると緊張しちゃうんですね。そう、天才かもしれない特にさ、振り覚えがさ遅いから、その振り入れからね、あのちょっと時間を空けないとというか、その何日も練習しないとなんか全然できないのね。そうだからね、期間がちょっと短くって、あなたはパンクしてたけど、まあなんとかなんとかなった。ちょっとずつなんか、あ、こっちの方が綺麗に見えるわとか研究できるんだけど、なんかそのダンスが上手い人って、その振り入れした瞬間から、あ、なんかもう形が綺麗なんだよね。そうダンスがなんか勝手に首がついてきたりとかするんだよ。こっちの時はこっちの方が綺麗っていうのが体に多分染み込んでて、そう自分が今ダンスレッスンとかやってもらってるんだけど、そのダンスレッスンとかで、なんか私はなんかこう脳みそで考えるタイプなんですね。これ右手が出るからこっちは左足が出てとか、右左右右ってことかみたいな、自分でちゃんと理解、こう頭の中でやんないとできないんだけど、だからまずはもう必死にできやるやれるだけなんだけど、できる人っていうのはなんかもう右左ってなった時にもう首がこうついて、なんかかっこいい形についてくるんだよね。だから、あ、顔こっちですかとか聞くと、私何も考えてなかったみたいなでもなんか考えてないってことは自動的にこう顔がついてくるんだよね、なんかいい角度で、すごいと思って、感覚でできてる。そう、私は感覚じゃできないから、右手の時は右はこっちとか考えてないと、こうもう考えないとできないタイプだから、ちょっと何日か必要なんです、全部をこう入れるのに、脳に何日か必要なの、ないと基本顔がここにあるから。そう、なんか本当に頭使うタイプだからリサさん、ありがけんぴとくまちゃん、 I love you、 ありがとうございます。そう、体に染み込まないとダメだね。うん、だから体に染みつく前に本番とかになるとやばいやばいやばいってなるそう、なんかもう何回も練習するけど、あー違う、あーできない、あーキモいとか、あーダサいってなるうん、
なんでできないのみたいな、同じ形なのになんでこんなにダサくなっちゃうのってなるのね。悲しい。だからね、まあ自分のね、自分の特徴を分かってるからもう、ああ今日は覚えられない、もう無理っていう時はもう無理って感じの気持ちでいるよね。もう今日は一回寝るしかないわみたいな、もう今日はもう頑張ってついていくぐらいじゃないと無理だわみたいな時もある。感覚でできるようになりたいよね。うん、感覚だったらなんかプッてできるのかな、プッて。にゅーんねーって感じ。確かに、あっちは小学生の時から習ってた。そうなんだよ。っていうかイコラブはなんかどのジャンルのダンスでさえ私以外みんな習ってたから、なんかびっくりだよね。本当によくギリギリ追いついてるなみたいな。いや経験はあると思う。なんかずっと毎日振り入れとかしてたらなんか振り覚え早くなると思う。うん、追い込まれると天才になれる、あ天才になれるっていうか、追い込まれると寝ずにやるからあのできるって感じですかね。未経験は、いやそうダンスなんかどんなジャンルでさえダンスを、私キッズチアのなんか2週間とか、2週間じゃないな2ヶ月とかのキッズチアしかやったことなかったから、そうちゃんと基礎を教えてもらうとかじゃないからじゃなかったからね。うん、モンブランさん初見ありがとうございます。うん、なんかまあバレエの人もいればヒップホップの人もいれば、まあなんかアイドルで踊ってたとか、いろんなメンバーがいたからね。そう、みんな何かしらではこう覚えたりとかちゃんとできてるだからね、何もだったよね。手の高さや角度など正確できる。あでもだから振り覚えが悪い人ほど正確に覚えてるっていうのは思うよ。おささんありがとう、君とくまちゃん I love you、 ありがとうございます。振り覚えが悪いから全部右左とかで覚えてたりするのね。ちゃんと話を聞いてその感覚で右左とかじゃなくて右左ってやんないとできないから正確ではあると思う。うん、そうだね、感覚じゃできないから。感覚だったら多分なんか手はかっこよくて足とかもなんかその習った通りじゃないけどかっこよく見えるのだよね多分ね。でも私は習った通りでやってるけど別にかっこよくないみたいな感じ。そう、合ってるけどできてないみたいな感じ。うん、ねえ、難しいよね。そう、感覚の人は教えるの大変だと思う。感覚だから、うん、感覚でできるようになるもんなのかね。もうそういうなんか人種なのかな。いつでも一生懸命しこちゃん好き、ありがとうございます。
かくってむずいよね。むずいよね。どこの世界でも感覚派のは教えるの苦手な人多い方法。うん、だから結構前だけどメンバーとかにダンス聞いてこうでこうでこうって言われた時あって、どうでどうでどうみたいななってる時あったね。こうやってこうやってこうやってこうだよみたいな、わかんな右手がこういう時に右足がこうなって同時にこうなってとか言われないとわかんないね。なんかこうでこうでこうって踊ってるの見てもちょっとわからないですね。そう、でも真面目だからね、お互いにお互いに真面目だから、うん、まあ、伝わる人もいるんだろうけどね。上手い同士だったら伝わんじゃないかな、わかんないけど私は脳みそで考えるタイプなんで、うん、そうよね。ダンスってさ本当に思うの、メモれないじゃんダンスって。立ち位置とかはメモれるけどさ、ダンスってメモれなくないですか。右手がどうでどう、左手がこうとかさ手出すとか書いてもさどこに出すのかにもよるしさ、むずいなって思う。おっちゃん、ありがきんぴとくまちゃん、I love you、 ありがとうございます、うん、体で覚え、そうなんだよ、体で覚えるしか。でもなんか昔にねスタッフさんに翔子は習った通りのダンスだから面白くないって言われたことがあって、習った通りのダンスなんだよねまあ今となってはちょっとなんかあ翔子だなっていう踊り方をしてるのかもしれないんだけど、そのさ覚えたての時はさもう習った通りなんだよ。だから正確なんだけど別に多分個性はないそう、習ったの、そう、なんか自分の色ではない、自分の色のダンスではなかった、ないから、まあ、今はさだって私のダンス見ててさあ翔子のダンスだなってわかるじゃないですか。うん、そう、ある意味正解なんだけどそのむずいよねだから多分その首の角度とかの話なんだろうけど、そう習ったのは右手を上って習ったけど、その感覚でできる子はちょっと右手上だったとしてもこう角度、こう顔の角度がついて可愛く見えたりとかね。だけど私はもう角度をこうって言われないと顔はついてこないからそうちょっと前と比べて踊り方変わってきたと思う。嬉しい、ありがとうございます。もうなんかダンスが激しいから下手だと下手なのが激しいってなっちゃうから頑張りたいけどね、頑張りたいという気持ちはある頑張りたいという気持ちはあるんだよねそう、自分の色、その角度とかちょっとむずい。その首の角度言われてないかも、ずっとここにあるわけいやそうよ、センスと言われてしまえばそれまで、そうなんだよ、センスなんよ。だから多分こっちの人もいるしこっちの人もいるみたいな あると思うんだけど、そんなこと言われたらどうしろとってなってしまう。いやどうしろとってなった、なんかだからなんかダンス習ったダンスをとなんか違くてもいいのかって なったよねえ違くていいのみたいなってなるけど、ね、難しいよね、だからその塩梅というか
まあなんか習ったふりを変えるのはちょっと私的に心的に私は無理ちょっとずつ、ね、ダンス上手い人の動画とか見たりして、うわこのダンス踊れるようになりたいって思うけど、うん、もうスタイルが違いすぎる人とか見てるからダメよね。この頭身で上手い人を見ないとダメだよね。スタイル良かったらさ、なんか上手く見えません？わかんない、上手い人の見てるからそう思ってんのかわかんないけど、いいなーってなる。自分もこのダンスやりたいってなる。なんかその思ってるのと違う、その映像を見てその通りにこう自分はやってるつもりなんだけど、あの難しいね、難しいというか、なんかもう全然想像と違う動きになってるよね自分が。なかなか広いですよね、難しい。そう、待って、そうじゃないってなる。なんでできないのってなる。なんか同じことやってんのになんかかっこよくないってなる。映像見て、映像とか鏡とか見て、え、なんでこんなキモいのってなる。自分のダンス、うん、でもみんなね好きって今コメントもいっぱいみんなくれてたけど、初夏のダンス好きって言ってくれてて嬉しいです。ドラムのシャッフルはいい勉強になったりした？あ、全然です。あのそんな練習する時間とかもないんで、一回映像を見て怪我ないようにしようねみたいなぐらいだったんで、もうあの踊ってるとかじゃない、自分と同じパートしか踊れないから全然ですね。面白いよねあれね。明らかではないさ、いいな、ありがとう。面白いよね。私もさ、メンバー一人一人見てて面白いって思った。 TikTok とかもさ、こうメンバーにフューチャーして、その一人一人のメンバーにフューチャーしてるさ、なんかやつが出てて笑った。おもろすぎてってなった。自分はさ、自分でやる、自分のをやるので必死だったからさ、え、後から映像を見てちゃ笑った。みんな真面目にやってんだけどむずいね。瞳面白かった、ここだけやって。ショコちゃんパートのあんちゃん、そう、なんかそこは言ってた。なんか翔子か花ちゃんになったら、しかもいおりとあんちゃんが言ってたんだよ、翔子と花ちゃんのパートになったらもう絶対踊れないから、ずっとこれだけやってよとか、ずっとこうやってやってよみたいな話。笑った。あら、個別さん、サイン委員会楽しみにしております。サイン、途中頭皮が見えてるかもしれないんだけど、あの話は聞いてるのでね、はい、ぜひ一緒に喋りましょう。あんなはいおり、ショコ、花ちゃんは嫌だって言って、そう、なんかそのあんちゃん、いおり、キアラは花ちゃんと私のパートが嫌で、
私と花ちゃんはそのあんちゃんといおりとキアラのパートが嫌なのね。そのダンスを知らないからお互いに。そう、そしたらまさかのなっちゃったよね私。そのダンスパートがね、ダンスパート以外はまあ多分どこもまあまあそれぞれそれぞれなんだけど。うん、よしきさん、ありがとうピタクマちゃん、選べ、ありがとうピタクマちゃん、選べ、ありがとうございます。猫はいいんだけど、猫はいいんだよ。そう、猫の前のなんか何やってるか分かんないやつが分かんない、なんかこんなん。ねえって感じだったね。その3人以外って思ってたらなっちゃった。ホワイトボードに一言書いておいたらやりやすかったりしますか？そうですね、なんか話したいこととかがもしあるのであればホワイトボードに書いてた方が、あのパッと読んでお話できるかなと思います。うん、やばい、もう57分だ。皆さんぜひオンラインお話し会、6周年のオンラインサイン会応募してください。5月の12日のオンラインお話し会は最終受付になります。ぜひぜひです、お待ちしてます。ということでそろそろ終わりたいと思います。申し込みました、ありがとうございます。ランキングを読みたいと思います。ランキングタイム。13位、さゆりさん。12位クイズさん。11位人生じいちゃん。10位すらすらさん。9位ターくん。8位ヒルカレーさん。7位ヘイブンさん。6位トッシンさん。5位ゴロリさん。4位オサさん。3位ユータさん。2位リサさん。1位おっちゃんです、ありがとうございます。2列目、直樹さん。バナナさん。ヘッケイさん。トキワさん。ライムさん。リースさん。タシミさん。アオちゃん。ルルルタンナさん。タカヒロンリーさん。カイトさん。ホドシマさん。チビタンクさん。ハラディさん。ファインゴールさん。トラッシュさん。セータさん。ユキボーさん。パイナップルさん、P21 さん、サンピンさん、ヤマニャンさんです。ありがとうございます。たくさんのお品書き、ギフト、コメント、ありがとうございます。ぜひ、オンラインお話し会、6周年サイン会、応募していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、対面お話し会と、ソーショット撮影会、完売ありがとうございます。みんなに会えるの楽しみにしてますし、楽しかったって思ってもらえるような時間にできたらなと思います。ということで、終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。ゆっくり休んでね、みんな。バイバーイ。おやしょこー。